アルベルト・アスカリはイタリア・ミラノ生まれの F1 ドライバーであり、1952年1953年のワールドチャンピオン、アルベルト・アスカーリとも表記される。ニックネームは出身地にちなみフライング・ミラン、もしくはチチョ。1920年代にアルファ・ロメオで活躍したドライバー、アントニオ・アスカリを父に持つ。アスカリは幼い頃、父にレーシングカーの横に乗せられ、 モンツァサーキットのコースを走ってもらったことがあるが、これが忘れられない出来事となったという。しかし父は1925年にクラッシュで他界した。アスカリは1929年に11歳で二輪の草レースを優勝。その後しばらくは二輪レースに没頭していたが、1940年にアウトアビオコストルツヨーニの T4815 で1940年の ミッテミリアに出場。四輪レーサーとしての経歴が始まるが、第二次世界大戦の勃発により活動を一時中断した。戦時中はイタリア軍関連の輸送業を営み、ビジネスパートナーのルイジ・ビッド・レイジと指定関係を築く。以後二人はチームメイトとして行動を共にした。戦後の1947年から再び表舞台に登場し、 マセラティのセミワークスチームで活躍した後、1949年にはスクーデリア・フェラーリに加入する。スイスグランプリでフェラーリの国際グランプリ初優勝を達成。モンツァサーキットで行われたヨーロッパグランプリでも優勝し、イタリアを代表するドライバーとして認められた。1950年より、第一世界選手権が創設され、アスカリは、 第2戦モナコグランプリから出走を開始。初出走レースで2位という成績を収めるなど、シリーズランキング5位となった。1951年の F1 では、第6戦ドイツグランプリで初のポールポジションを獲得し、決勝でも優勝。初優勝をポールトゥーウィンで飾った。これを含め2勝に PP、e. を記録し、ランキングでファンマヌエル・ファンジオに次ぐ2位となった。 1952年オランダ GP 表彰式1952年の F1 では圧倒的な強さを見せ参戦した7戦中6戦で優勝優勝したレースでは全てファステストラップを記録しそのうち5度はポール・トゥーインという成績でフェラーリドライバーとして初の F1 チャンピオンとなる1953年の F1 でも8戦中5勝に PP5 フロリダの成績で チャンピオンとなり、シリーズ初の連覇を達成した。ランチア時代1954年の F1 では、フェラーリを離れ、ランチアと契約するが、マシン開発が遅れ、実際にチームのマシンを買ったのは、最終戦のみとなった。中盤に、マセラティから2戦、終盤に、フェラーリからも1戦3戦しているが、欠場したレースが過半数を数え、完走なしでランキングは24位。 ほぼ一年を棒に振る結果となった。1954年のミレーメディアで優勝した。1955年の F1 では、第1戦アルゼンチングランプリから参加。予選2位からトップを奪うが、22周目に、事故でリタイアした。そして第2戦モナコグランプリでは、レース中に、ケイ員でクラッシュし、マシンごと海に落ちるというアクシデントを起こす。この時は現場に待機していた。 潜水婦に救助され、鼻の骨を折りながらも、奇跡的な生還を果たした。事故死左から、ピルドレージ、アスカリ、キャステロッティ、技術者のビットリオヤーの、モナコグランプリの4日後、アスカリは、モンツァサーキットでのスポーツカーテストに現れた。エウジェニオ・キャステロッティとコンビを組んでフェラーリ750、モンツァで、耐久レースに出場することが決まっており、 モナコグランプリからの回復具合を確かめるため急遽、ドライブを志願、マシンに乗り込むこととなった。アスカリは、黒猫が目の前を横切ると、不吉と道を変えたほど信心深く、常に青いシャツと青いヘルメットを着用して、レースに挑んでいた。しかし、この日はドライブする予定がなかったためヘルメットを持参しておらず、キャステロッティのヘルメットを借りて、コースに出て行った。 アスカリ死刑員しかしドライブから2周目、アスカリは突如急ブレーキを踏み、コースオフ。マシンはそのまま土手に乗り上げて、中舞い地面に落下。その弾みで、アスカリはマシンから投げ出された。すぐに、救急車で病院へ搬送されたが、その途中で死去。37歳で絶頂期だった。アスカリが急ブレーキを踏んだ理由は、50年以上、経過した現在でもわかっていない。 アスカリの事故が起こった直後、モンサの従業員と思われる制服の人物が現場で目撃されてはいる。そこから推測された仮説も存在するが、あくまで仮説の域を出ていない。父アントニオも同じ36歳で同じ26日に事故死していたことから、このことがしばしばアスカリ家の悲劇として語られている。クラッシュした場所は現在アスカリ試験員と呼ばれている。 アスカリがチャンピオンを獲得した1952年1953年は、下記に示す通り、全17レース中、優勝11回、ポールポジション11回、予選フロントロー14回、ファステストラップ11回と圧勝のシーズンであった。この2年間は、アルファロメオの撤退により、回1企画の参加台数が足りず、回2レースで選手権が争われたが、 会にマシンを保有していたフェラーリの独占場となりチームとしても14連勝の記録を残した1952年から1953年にかけて記録した9戦連続優勝は2013年にセバスチャンベッテルに並ばれたものの今でも会一史上最高体記録である優勝時のニートのタイム差ありがとうございます